矢野ゆくチャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。本日は新年一発目ということで、突撃で本社スタッフの出社服をお届けしたいと思います。8人のスタッフに突撃していこうと思いますので、はい、最後までご覧ください。それでは突撃スタート。明けましておめでとうございます。たまたま会いました、そこで。たまたま、そう、会った。あ、マジなんだ。新年一発目の出社服です。やります。本社スタッフもやります。帰っていいですか？いや、今から仕事なんで。はい、マッキーです。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日のコーデのポイントを教えてください。今日のコーデのポイントはモノトーンです。いや、本当は黒のコートにしようかなと思ったんですけど、うん、なんか真っ黒すぎちゃうなと思って、うん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 、一応白いコートとバッグもモノクロで可愛い。あのコートがめっちゃ可愛い。コートはトゥデイフルサノです。おめっちゃオーバーサイズだから着るだけで可愛く。確かに。パンツはちなみに、パンツは、金子彩さんと藤原豊さんのトリプルコラボです。懐かしい。もう何年前だろう。何年前やろ。3ぐらい。3ぐらいじゃない。マッキー確かにちょこちょこ履いてる。ちょこちょこ履いてる。そんなマッキーの新年一発目のコーデは出社服こちらでした。でした。じゃあ続いてはジュンです。はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。今日のじゃあポイントを教えてください。はい、ポイントはちょっとバランス感にこだわってます。なんか大きめのね、だいぶ大きめのアウター、ね、なんかちょっとね、チラチラがかわいい。うん、かわいい。そうですね、ちょっと普通のネイビーだったら着づらいんですけど、うんうんうん、こういう遊び心ある柄で。そしてまた足元がね、めっちゃかわいい。うんうん。足元は、ヤヌークのもうずっと2年ぐらい履いてるベンと合わせていて、うんうん、ちょっと最近新年になるんで、新調した靴、うん、なんか新しそうやもん。確かに、綺麗ですね。ピカピカ。合わせやすいスタイリングで。めっちゃ可愛い。ちょっと足元を靴下で。うんうん。刺してみます。浅すぎて、頭回ってないです。なんか可愛い。レトロな感じやね。そうですね。これもちょっと、なんか木調になってて、うんうん、その単調のネイビーとかのないんで、ちょっと着やすい。確かに。もう30歳になったので、ちょっと大人コーデで。数ヶ月前に誕生日を迎えられたばっかりなので、はい、ちょっとアラサーコーデで。アラサーのらしいです。はい、らしいです。はい、順でした。はい、新年もお願いします。お願いします。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ももちゃんです。ももぐみが新年一発目の出社服撮ります。よろしくお願いします。受け入れ早いな。はい、じゃあももちゃんです。お願いします。今日のコーディネートです。今日のポイントはどこでしょうか？まずデニムはトリプルコラボのデニムで、約3年前ぐらいのアイテムになります。丈がこれ長いので、うんうんうん、私はあの折って、ちょっと感じがクラシカルな感じだったので、うんうんうん、それでまとめてみました。かわいい。そのなんか、はい、ゴールドのボタンのカーディガンがまた映える、うんうんうん、これがすごいお気に入りなのと、あとはコートがすごい私これお気に入りで、うんうん、APC のコートになります。なんかあのクラシックな感じですごい素敵です。はい、ちょっと着込みすぎてパツパツなんです。冬あるある、うん、冬あるある。お気に入りです。そんなももちゃんの出勤服こんな感じでした。おはようございます。おはよう。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。全然もうまだ来ると思ってなかった。まだ来ると思ってなかった。嘘、やばい。突撃出社服です。よろしくお願いします。お願いします。続いてはあつこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あつこさんのコーデは見たい人多かったんじゃないでしょうか。うん、本当ですか？大丈夫？とりあえずあつこやっときました。
今日のコーデのポイントを教えてください。はい、今日はちょっとデニム、本当デニム屋さんっぽい、デニムをデニムにして、うん、ちょっとブルーとオレンジのなんかツートンコーデにしてます。ヤヌークですよね、両方。あ、そう、ちょっとね、ヤヌークだけど今売ってるヤヌークじゃなくて、ごめんなさい、なんかそう、古いヤヌーク、リアルです、古いヤヌークです。これは、一昨年売ってたタートルで、これはその1年前に売ってたシャツ、シピオシャツに、こっちは、これは今も展開してるワイドフレア。そうですね、はい、ワイドフレアめっちゃ履いてるイメージありますね。そう、ワイドフレア大好きで、で、なんかちょっと今日は寒いし、インして外出すよりもなんかウエストでマークして、ちょっと目線を上に上がるようにしてます。個人的にはなんか車内でこういう感じで、あ、おしゃれ、それを意識して今日はコーディネートをしました。靴とかあのアウターとかバッグもちょっとずつ色が、あ、そう、ちょっと違ってますよね。ね、ワントーンで、だいたいオレンジ、だいたいオレンジにしてます。はい、バッグもなんかヤヌークショップにあったやつですよね。そう、これヤヌークショップで前に売ってて、今ちょっと売ってないんですけど、セレクトで入ってたバッグです。かわいい。アウターはちなみにどちらのアウター？アウターはあのハーベルスタジオっていうところのアウターです。あの、私チャリなので、そう、今日はあのレンタチャリで来たんですけどチャリなのでちょっと短いアウターが便利で、確かにちょうどいいですね。こんな感じであつこさんのコーデでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。何してるんですか何してるんですか。出資登場です。出社服やります。お、出社服やります。はい、ちょっとまだ頭が寝てるんですけどめっちゃ寝てます。え、びっくりした、マジっすか。お願いします。はい、お願いします。あ、もうこんな、これ今始まるんですかあ、もうじゃあ早速。あ、はい、はい、続いてはグッシーです。おはようございます。おはようございます。今日はオレンジが映えてますね。はい、アウターの色にだいぶインパクトがあるんで、あるね。なので他はちょっと落ち着いた色でまとめて、で、アウターにちょっとあれしていくっていうあれしていく、はい、今日はもうメインはアウターです。うんうん、はい、あと結構おすすめというか、うん、僕が今ハマってるものはファミマのソックス。おえ、結構いろんなタイプを購入して、色かわいい、はい、なんか今新しい色もどんどん出てて、なんか結構それを集めてます。パンツはあのいつも通り、いつも僕が超お気に入りのベンのリジット、うんうん、多分結構社内でも、そうね、ジュンもこれやったから、うん、そうっすね、まさかのかぶり、うん、足元もちょっと似てるしね。確かに、ソックス店の。ああ、そんなにそこまで一緒でした一緒でした。でもね、オレンジが生えてるからまた全然違った感じになってます。はい、パンツもおすすめです。うん、じゃあ、グッシーの出社服でした。はい、新年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。芸能人来てるよ。おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。出社服突撃やります。はい、続いては総吉です。お願いします。おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日のコーデのポイントを教えてください。で、今日はルーミーを履いて、うん、そのルーミーに合う靴、まあ、これが一番のポイントです。これ多分買って4年目、今年4年目になっていて、でずっとちょっと今日メンテナンスちょっと甘いんですけど、ちょっとメンテナンスしてずっと履き続けてます。新年やのにメンテナンスしとかない。そうそう、これからやろう。ダウンもね、めっちゃ可愛くて、なんかうん、ちょっとカラスがカラスすごいな笑うなってアウターがね、めっちゃ可愛くて、はい、どこのブランドのやつですか。この後モニタリーしているモニタリーさん、可愛いです、似合ってます。うん、これも3年前とか多分、全然今でも着れる感じで、全然着れますね。で、めっちゃ荷物がなんか多そうなのが何が入ってるんですか何が入ってるかっていうと、多分使わないものが結構あるんです
結果荷物多くなるっていうパターン。ああ、なるほどなるほど。ちょっとこの手拭いで中隠して。手拭い？中隠して。見えないように。見えないようにしてます。以上、川吉でした。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。佐野さんです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。ということで出社服です。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。続いては佐野さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日のポイントを教えてください。はい。今日はちょっと小雨だったので、うんうん、私は自転車で来ているのでちょっと帽子をしてちょっと雨に濡れないように。あ、なるほど、確かに傘差すほどではないみたいな、はい、そうなんですよ。時はだいたいキャップをかぶるようにしているのと、あとブーツインして楽に履けるように今日はスキニー、パトリシアの黒です。デスクワークしてるとなんだかんだこれが一番楽かもしれません。トップスもやなくですよね。トップスもヤヌークです。ベスト、今年新調したトップスです。脱ぎますか？あ、いやいや、あ、いやいやって言っていやいやとか言っちゃったよ。でもなんかまた色合わせが可愛い、モノトーンやけどなんかこうブラウンでまとめてる感じがすごい素敵です、うん、ありがとうございますバックはあれですよ、こっちはヤヌークですよね。ヤヌークです。しかも実はノベルティでずっと使ってたんですけど、刺、うんうん、繍イベントの際に、はい、試運転、はいはい、試運転、試運転で全部色とか試したいってなって打ってもらいました。そうなんです、実はないオリジナルの世界に一つだけの、うん、そうなんです、そうなんです、本当宝物になりました。いいですね。実は裏にも、ほんまや、かわいい、すごい。そうなんです、アンミカさんが寝る前にいつも隣で言うことをしてます。めっちゃ早口で、ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリームって言って元気になっちゃおうっていう名言があるんですけど、それをその7つの言葉をちょうど7色の展開だったので、なるほどなるほど、入れてもらいました。アウターはちなみにどちらの？アウターはベニットです。あー、去年、はい、ベニットです。ベニットです、はい、かわいいです。佐野さんらしいコーディネートですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。今バタバタと聞こえてきております、足音が。おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ちょっといつもバタバタなんですよ。ギリギリでした。はい、ギリギリです。最後の一人です、ミクさんです。おはようございます。朝から朝からです、ね、カメラ回させていただいております。今日は出社服撮らせていただきます。ちゃんとこれ持ってきました。このトランスルで相変わらずね。じゃあミクさんです。おはようございます。ラ、今日中はどんな感じですか？肩今落ちちゃった。肩今落ちちゃった。中はもうこれヘビロテですね。はい、レナと私ヘビロテです。はい、あやさんコラボ。でもちょっとブルー入ってるの久しぶりに。確かにブラックの方が秋冬は、ね、そうですよね。あ、それ上もそう、ヤヌークです。休日も多いです結構ヤヌーク。でもアウターはグレーでちょっとシックな感じで、ね、そう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 、締めてる。これね、今年買いました。あ、ほんですか、はい、どちらの？トゥデイフルの新作で。マッキーと一緒やそれ。ちなみにバッグもなんかヤヌーク、そう、もう一個。あ、こっちね。あ、そう珍しく、これ多分ね、企画の段階で世に出てないサイズだと思う。確かに見たことない。デニムマニアのとデニムマニアで、でもこれが多分ちっちゃいサイズ出たか読んで、しかも色も薄かった。違う、そう、試作品のやつです。へぇ、ちょうどよくない？でかいから。確かにちょうどいい。パソコンとかも入るサイズで、ちょっと小ネタで、小ネタというかリアルなんだけど、ポッケにはこちらおいこっす。じゃじゃーん。ポッケから。ポッケから、年末年始食べ過ぎたっていうのがあって、胃をちょっとちっちゃく優しく守るために。これいいですよね。これね、タンパク質も取れるんで、おすすめです。いつもでも最近ほんと食べてるから、袋いらないですって。差し色に。差し色にしていく。差し色に。差し色に。合ってる。
はい、以上、みくさんでした。